はい、お疲れ様です。山です。モンスターハンターストーリーズ2続けていきます。さあ、前回倒したなんとかミツネの多分ね装備が作れるんで作っとこうかなと思います。とあー、おしゃれ。これ片手剣なんだってこれは何なんだ。鉄線ってことかな。この数珠で防御できんの。防御ね。はい、どうしようか。弓ちょっと作りたいんで、これ作ろうか。呼吸、梅雨の玉のを。はい。はい。OK。もう一個ぐらいなんか作れるかな？作れるね。じゃあこれで。で、突属性のとこに、これをね、セットしておいて、あー、こんなもんか。残属性も作っちゃう？なるほど。あと、防具か。防具作りましょうか。これは、どういうあれなんだろうね。最上級コスプレイヤーみたいなね。はい。でも防御力だいぶ上がるんだよね。7上がって、シンクロ台。なんだろう。あ、いいね。はい。じゃあこれ作りましょうか。はい。で、まあ見た目もね、これでいきましょうか。合ってるのかわかんないけどさ。はい。で、まあ、重ね着装備なんで、一旦こう、マイハウスでね、変えてから行きます。なんとも言えない感覚。はい。まあ、かっこいい。かっこいいっちゃかっこいいんですけど。はい、変な感じ。じゃあやっていきましょうか。オルゴが話があるそうです。そういえば、レンスのことだけどな。アイルから気になる話を聞いたんだ。え？破滅の翼だかなんだか知らないけど、大昔とんでもない力を持つレウスがいたそうだ。その伝説を記した石碑のある村があるらしい。その村はどこに？ベルガ火山を越えたところにあるらしい。もしかしたらあんたたちのレウスと関係あるかもしれないと思ってさ。それは行ってみるしかないな、ライダーさん。ベルガ火山を越えたところといえばヌアッテ村のことかも。ルトゥーよりも外との関わりを絶っている地だったはず。でもそこに伝説の石碑はあるんじゃないのか。迷っている場合じゃないわね。行きましょう。教えてくれてありがとう、オルゴ。それじゃあここからは別行動ね。私たちは大穴の調査に向かう。何か分かったらこの子を飛ばして知らせるわ。ああ、分かった。レウスを奪おうとした覆面のライダーたちが気になる。気をつけろよ。行くぞ、月野。了解。みんな、またね。さあ俺たちも行かないとな。ベルガ火山まで俺が案内する。支度をしたら出かけようぜ。ああ。はい。お。あ、クーラーミスト。そういやさ、砂漠では使わなかったもんね。そっか。ああ、伝説を追って破滅のレースとは何なのか。大穴から溢れ出る光が世界に働きかけるものとは何なのか。何一つとして答えは見つからない。ただカイルが信じられると思えたものは、目の前にいるライダーとレースの見せた絆の力だった。仲間を得て山は伝説の記された石碑を目指す。はい。さあ、レースのことが分かるということで次行くんですけど、この村は復興までは手伝えなかったいいのかな。はい。まあ手伝ってあげてもいいんですけどね。いつまでもね、こういう洞窟じゃあね、嫌でしょうし。前回ね、お祈りの効果が切れてたんで、ちょっと辛い思いをしたんですけど、戦闘で。いや、そうじゃなくても、ちょっとね、戦闘がだいぶきつくなってんすよね。なんだっけ、忍耐の札、つけとこう。クリティカルをもらえば、一発でダウンするの、マジで。やばいよ。
レベル足りてないのかな、戦闘しなさすぎ俺。それあるかも。まあ行きましょうか。はい、じゃあこっちね、今追われてるんで、ナルガクルーガあたりにね行きましょう。おおいきなり来たね、火山だって。はい、さっきまでね、のどかだったのに。さあ、暑いということで。待って。ああ、だるそう。ナビルとかも目が死んでるもんね。首も。傾いちゃってるし。さあ、クーラー。なんだっけ。あ、これ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 。使って、ん、シャキッとし、ナビルがシャキッとした。首がね、シャンとしましたね。さあ行こう。ここはどうだろう。俺のモンハンの火山の、なんだこれ。ね。溶岩石。あ、ん？猫タル爆弾。すげえ。ベルガニトロだけを使えばね、タル爆弾が作れる。そうなんだ。猫印がついてるから、よりね。あ、で、ちょっと戦闘避けようか。戦闘した方がいいのかなとか言ったけどさ。あ、もうないんだ。待って。作れないよね。ドーナツ。なんか全然なくなってた。猫タル爆弾の生成方法はまだ教えてもらってないと。いうことっすね。はい。どっかある？ニトロだけだっけ？なんとかだけだよね。だからキノコを。あ、これ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 。なんかいる。ひんやりだけ。あ、ちょっと待って、なんか見つけた。待って。なんか見つけた。奥にある。あれ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 。バサルもさ、一旦虫、これこれこれ。オッケー。あ、調合したの、その場で。よけよけよ、よけよ。大地を消しよう。さあ、あ。さすがオルゴー。その場でね、作ってくれますね。で、ちょっと戻って、一個あったじゃないですか。あの、通れる場所はね。そこ見さしてもろって。あ、これ地中移動あるじゃん。危ない。効果の、あ、いいね。これを早速使おう。あ、怪力守ってる、なんかしないけど。マジで。はい。全然使ってないんだね。さあ、戻って。いる。いるんですけど。宝箱ぐらいかな。あ、使った分が補充できますね。5000円。はい、目的地がこの先ね。で、こっちに宝箱が。危ない危ない危ない。みんなみんなみんな、こっち見て。ハートチュロス、ハートチュロスは戦闘外であれば回復ができる。ちょっと待って、あっちも行けんだけど。今戦闘したくないんだな。危ない。宝箱あるね。まあ、戦闘になれば逃げればいいんですけど。ん？ここじゃないのか。あ、先か。先に宝箱あり。
後で行こう。うん、バーサルマスがいますね。でジャンプ大事じゃない？やっぱランマル大事だよね。めっちゃ飛ぶ、めっちゃ飛ぶ。え、こんだけ？ミラビートル、お宝箱、大将の宝石。おお、OK。 まあ個人的な火山の思い出は、まあさっきも言いかけたんですけど、宝石集めかな。なんか繰り返し来てた気がする。 PSP のねモンハンで何度もマラソンしてたような気がしますね。もう一個あるかな。戦闘になったら逃げよう。OK。ほい。あー、もうないか。OK。ないのか。先に行かないとないのかな。どうだろう。右を選んだミスったかな。左であればよ、上から来れたような。あー、イガレックス。これも逃げよう。あ、もう、危ない。ランマル。ここに来てランマルが。すげえ。ノリビータのオフだ。はい。オッケーオッケー。まあ、一個取り逃したのもあるんですけど、まあ、いいでしょう。アイルベア。失礼します。はい。はい、じゃあ行こう。なんだ、強いやつばっかじゃねえか。ちょっと待って、どうすんだ。あれがないんだけど、ニトロだけが。竜骨章。オッケー。あと少しって時になんか出たりするんだよな。やべえ、フラグ立っちゃった。伸びるが。まあ、立てずとも、なんか起きてたでしょうけどもね。このベルガ火山を越えれば近道だ。さあ行こうぜ。え、うん、ナビをするのは俺の役目だったはずだけど、まあいいや、どこまでもついていくぜ兄貴。裏眼金だ。いやー、まずい。おや、兄貴、何するんだ。こいつのことはよーく分かってるんだ。俺が、兄貴、後ろ後ろ。案外俺が注意を。おお、マジか。いや、なんか乗りこなしてなんかなんとかなるのかなと思ったんですけど、そういうわけでもなかったね。さあ、こいつはどうだろうね。まあ一見パワータイプなんだけど、さっきみたいにこう転がってさ、スピードタイプっていう風にも見えなくもないんですけど、まあ一旦スピードで行ってみようか。さあ、レベルがね、最近ちょっと上げられてない気がするんだよね。戦闘を避けてるっていうのもあって、それがどうなるかってことだと、どうしよう、どこ狙う。やっぱ頭部かな。この硬い下顎とかさ。あ、よかった、パワー攻撃だ。うわ、すげえ。一気に半分いった。このまま行こう。顎置くだけ。爆弾は？なんか見たことあるなぁ。なんか仲間増やしたんだけど。このまま殴ったらまずいんじゃないの？殴んなくてもまずいよね。どうしよう。あ、やべえ。え？
とりあえず壊すしかないよね。あ、こ、討伐。また出した。え、めんどくさ。めんどくさ。ついちょんだって、やばい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 。いや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 、次のターンにやられたんじゃね、何もできないよ。さあ、主人公体力やばいんですけど、まあ多分潰せるんで、頭部狙っていこうか。怒り出した。あー、怒り出したら一旦頑張って潰そうか。ライドして体力も回復するし、尻尾オッケー。やっぱ仲間が2人しかいないっていうところを考慮してもらえてんのかな。すげえ柔らかい敵が。で、怒ったら、スピードタイプか、どっちだろう、わかんないんで、オータル爆弾を失敗。どっちでもなかった。ナイス。わお。さあ、ティガレックス狙ってるけど何かわかんないんで、一旦回復しとこうか。テクニック攻撃か。はい、オッケーオッケー。これはまだ怒ってるね。なんか角から湯気が出てるから、使えようか、お供をね。どうしようか、レウスで。まあ、とりあえず、オート爆弾じゃなくてなんだっけ、爆弾岩をまとめて壊せるようにはしたいんだけど、なんかねえかな。OK。とりあえず、絆ゲージは温存しとこうか。さあ、怒りは解けたね。なのでティガレックスに変えて、 OK で、ハンマーゲージも溜まってんだよね。あれ、これなんで使えないんだ。あ、ため OKOK、 今ためゲージ3あるんで、これが使えると、スピニングメテオ、これがまあ使え、で、これが使えそうであればね、爆弾岩に使ってもいいかもね。わかんない。さあ、腹部狙っていこう。OK、壊した。全部壊したけども、どうですか。あ、でも強硬化しないのやっぱ楽なのかな。はい。どうだ、溜まった。じゃあ変えていこう。怒った時用にね、残して、あ、ラマル行こう。ラマル今すごい相性いい相手だから。 OKOKOK。 あ、怒った、怒ったから、一旦ティガレックス使っとこうか。で、ライド技で今んとこうまくいってるね。OK。 さあ、よだれ垂らしてるね。だいぶ来てる。このままいけるかな。ね、今までのパターンだな。もうちょっとこう仲間がね、で、出てきてくれて、4人パーティー、ないしは3人パーティーになってたんですけどね。このまま最後まで行く感じですかね。ライド技。オッケー。さあ、どうしようか。こっからパワーね。あ、とりあえず武器変えようか。あ、どうしようか。スキルは、これ、あ、そっか。30必要です。必要なんだね。弓にちょっと変えてみようか。久々。あ、かっこいい。ちょっと待って。
SE がいいね。シャーンってなった。技どんなんだ。ため、次のターンに状態以上の成功確率が増して、ターン最後に豪車を打つ。入るってもっと攻撃してた気がするんだけどね。まあいっか。はい、ためしようか。あ勝った。間が悪いというか、あオルゴも大丈夫なんだって。よかった。まあなんとか勝てましたね。爆追流の鱗、成分に含まれる鉱物が光に当たると鈍く輝く。口角、見た目の派手さはないが耐熱性と強度を兼ね備えている。平気だ。受け身と逃げ足はちょっとしたもんだからな。さあ急がないとな。この道を行けば山を降りられる。ああ急ごうぜ。どうしたんだ兄貴。俺のナビはここまでだ。気をつけて行けよ相棒。兄貴、昔とは違う。俺には守らないといけない大事な家族がいるんだ。お前にだって大事な相棒がいるからわかるだろ。相棒ああそうだな、わかったよ兄貴。俺行くよ。世界の果てまでしっかり見てくるんだぞ相棒。ああ兄貴、約束だ。俺もこっちでビッグでグレート、それに、あいや、それにバリバリなアイルーになるだろ。お前忘れちまってたんじゃなかったのか。兄貴ごめんよ、思い出したんだけどなかなか言えなくてさ。そっか、俺もビッグでグレートでバリバリなアイルーになるよ。行くぞ相棒。いろいろありがとう。またな兄貴。はい、なんかいい話だね。次の村ね。はい、うちに欲しいなオルゴみたいなさ、のぶとい声した猫でさ、ちょっと大きめのさ、いいな。いただきましょうか。これまあ戦闘はまあさっきボス戦なんでやったんですけど、基本はやっぱ仲間がいないんでね、避けていきましょう。待って、爆弾、あ、やっべ。爆弾ねえんだけど、どこだ？あった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 、1個あったわ。よかった。誰だこれ。どこに行けんだ？まあ、多分ね、あると思う、この先に。宝星しか見えないけども、あったあったあった、よかった。そういうことだよね。住むからさ、なかったら。なんか用意してくれてるんじゃないかなと思いました。まぁちょっとね、ゲーム設計者の親切心にね、頼りましたけども。ね、あるね。よかった。お？あ、この先ね。OKOK。回収して、同調、中と弱点中の、同調ってなんだ？見てみよう。あ、ちょ、緑だ。ダブルアクションの余ダメージが割とってどうだ？どうなんだろう。あー、防御力アップいいね。これつけとこうか。全属性の防御力がやや、うん。
まあ、ややですけどね。で、ね。さらにこう。OK、まだあるね。で、これで多分ね、戻って、通れなかったね、道があったんで、そういうとことか行くんじゃないですか。なんだ？待ってね。宝箱ね。対決？あ、あれか、ボタンいやいや、ボタン連打とか、ああいう系だよね。道が二手に分かれてますね。ベルガ地方。消しているレウスのうちの一つなのかも。ひどい傷、一体何があったの。危ないところだった。怪我はないか？